中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。レーシンスター、ちょっと出遅れ。まずは先行争い。エアジハード。前に行きそうです。ビッグミルドラン。それに続いています。レーシンスター、後方からの競馬。前に戻りましょう。ミナスルージュ。先手を取りました。ビッグミルドラン。すぐ後ろ。その外からシリックユージ。その後ろにエアジハード。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その隣にレーシンスター、内からはツエヒロコマンダー、その外にフリールサイクロン、オートリナイサー、その内に続いています。黄色の帽子ラパスクレア、その後ろ内からはリワタケヒデ、並んで2番サドンロール、最後方に名勝王道。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭を見てみましょう。7番ミナスルージュ、依然として先頭に立っています。さあ先頭はまだ断然の1番人気ミナスルージュ。ミナスルージュ後続を突き放す。2番手はシリックユージ、ビッグミルドラン。3番手ミナスルージュ、このまま逃げ込みを図れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負。ミナスルージュ先頭、後続大きくちぎれました。シリックユーキ必死に追います。この差は果たして縮まるか。200を切った。後続を大きく引き離しました。2番手は名勝王道ミナスルージュ、独走ミナスルージュぶっちぎりです。2着は名勝王道ミナスルージュ、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
Yeah.